不動小数点数、不動小数点数、不動小数点数、A、フローティングポイントナンバーは、不動小数点方式による数のことで、もっぱらコンピュータの数値表現において、それぞれ固定帳の仮数部と指数部を持つ、数値の表現法により表現された数である。指数表現によって、可能な十分に広い絶対値の範囲内において、仮数部の桁数によって、 常に一定の範囲内の相対誤差で任意の実数を禁似できるという特性がある。そのため、極端な数を扱う分野、科学計算などで多く用いられている。また、プログラミング言語のほとんどが対応しているということもあり、小数の表現方法としては最も普及している。整数演算と同じ操作で処理が済む固定小数点と違い、 通常の整数演算命令を使って実装すると多くの命令と時間が必要になる。処理の軽減のため演算にはハードウェアで実装したフプーなどのプロセッサを用い、現在のマイクロプロセッサなどの多くでは内蔵されていることが多い。なお、この記事では固定精度の不動小数点数のみ扱う。任意精度の不動小数点については任意精度演算を参照のこと。 不動小数点数では次のデータで数値を表現する。現在広く使われている表現方法ではいずれも奇数を固定しており、明示的に符号化しないため、実際に符号化されるのは次の3つである。不動小数点数では、数値の絶対値は仮数部、奇数となる。例えば0.5を不動小数点数で表すと、奇数が10の場合は5.010。 5.0e-1、e、奇数が2の場合は1.02となる。二進法で正規化をすると、最上位ビットは常に1になるので、これを表さず常に1があるものとみなす省略が可能で、省略した表現をケチ表現などという。この省略を使うと、仮数部に割り当てたビット数が n であれば、有効桁数は n プラス1となる。を表す場合は、符号部。 仮数部、指数部のすべてのビットを例とすると都合が良いことから、そのようにされることが多い。またその場合はプラス0.0で、不動小数点では他に不合部が負を表し、他が0のマイナス0.0という例もあることがある。例えば正の数を負の無限大で割ったり、負の数を正の無限大で割ったりするとマイナス0.0になる。不動小数点数のフォーマットには、 以下で説明する、次のようなものをはじめとして多数あるが、現在ではほぼ標準である IEE754 に収束し、その他は専用ハードウェアや特殊用途や研究目的といったものを除き歴史的な理由で残されているに過ぎないものがほとんどである。IEEE754 形式ので表現されている。各部は次のように定義されている。つまり、 IEEE754 形式で表現する値は、である。ただし、IEE754、e、形式の指数部は、複雑で、以下のような役割も持つ。例を例で割ろうとすると何になる。また、フォーミュラ1も、求めると何になる。2.50にとると、であることから、まず次のように考える。仮数部は1未満でなければならないため、 仮数の値2.5を、この例では右へシフトし正規化する。奇数は2、コンピュータの内部表現は2進法であるため、シフト量は1ビットである。さらに、右シフトしてになったことを相殺するため、指数に1を加える。もし左シフトなら、指数から1を引く。値をシフトすることで、表現範囲を広げ、丸め誤差を少なくなるようにしている。この操作を正規化という。 正規化は、奇数のプラスマイナス1乗を繰り返し求めればよい。このままでは1.252となり、過数の絶対値は1未満ではないが、仮数部は、過数から1と決められているため、次のようになる。指数部は、指数に127をバイアスすることが決まっているため、二進法では、不動小数点は、最上位ビットから、不合部、指数部、 仮数部の順に符号化するため、インテルやグーグルが採用している IEE754 形式に基づく不動小数点数の形式、符号部1ビット、指数部8ビット、仮数部7ビットである。つまり、ブフロート16形式で表現する値はである。採用事例、IBM 方式は、IBM 社がシステム360で導入し、 以後同社の標準としてシステム370などのメインフレームで使った方式である1994年4月発表のシステム390では従来形式のサポートは残すものの IEE754 を使用するよう改めた指数部が2のべきではなく16のべきを表すという特徴があるこの方式は より大きな範囲を少ないビット数の指数部で表すことでき、その分のビットを仮数部の桁数に使うことで、精度も確保できるように一見思える。しかし、仮数部にケチ表現を使うことができず、さらに指数部の変化の前後で、仮数部の LSB が表現する値の刻み幅が16倍変化するため、2べきの場合に比べて、最悪の場合には2進で3ビット分の精度が、 損なわれるため、一般には大成功であったと評されたシステム360の設計にいて良くなかった点の一つとして挙げられる。不動小数点数の加減算の際に必要となる仮数部のシフトが4ビット単位となるので、シフト回数が減ることで演算が程度高速になる利点も16進数が採された理由であった。特に単度において前代機の 全部で36ビットよりも桁数を減らした32ビットことと相まって精度が大きく損なわれた。その他にも問題があり、ユーザグループであるシェアから改善提案が出され、その多くを受け入れて多大なコストのかかる回収を行ったほどであり、これを記憶している IBM の子参社員は身の縮む思いを覚えているという。また、計算対象の数値が ベンフォードの法則に従って分布していた場合、計算対象として、精度の低い数、仮数部の最上位4ビットが 0B0001 の現れる確率は1、15にはならず、もっと高い。IBM 方式の単精度不動小数点数では、符号部1ビット、指数部7ビット、仮数部24ビットで表現されている。各部は次のように定義されている。 符符号号部部は、は数数の符号を表す。指1.5 6 16 16と16 1とから16の範囲が表現できる。単精度の IBM 方式で表現するには次のようになる。仮数部は1未満でなければならないため、値をこの例では右へシフトする。ただし、奇数が16で、コンピュータの内部表現は2進法であるため、シフト量は4ビットである。 イコール16加えて正規化し、その結果は次の通り。次に指数部を64をバイアスしてあげた破棄表現、エクセス64で表現する。バイアスにより、0から127のビットパターンで、整数値マイナス64プラス63を表現するということになる、マイナス6464 64イコール0、6364イコール127。 よって、今回の例では、以下のようになる。二進法では、不動小数点は、最上位ビットから、符号部、指数部、仮数部の順に符号化するため、任意制度演算と、従来の指数部と仮数部を共に固定長とする形式の中央と言えるような方式が、いくつか提案されている。絶対値が1に近い値では、指数部の桁数を短くし、 仮数部の桁数を多く取って、よく使われる値を精度よく表現する。絶対値が極端に大きい値や小さい値には、精度と引き換えに指数部の桁数を増やすことで、対応する。以下で述べる方式を提案している文献では、アプリケーションとして、通常の不動小数点計算には、指数が大きくなりすぎることがあって向かないとされている、W、グレイヤフスマサットをうまく扱えたという例が、 示されている。松井正一と、におさむが提案した方式で、符号と絶対値による表現法である。論文中に示された例では、64ビットの倍精度不動小数点数として、仮数部の長さ n を示す、情報6ビットと、符号部を含む m ビットの指数部と n ビットの仮数部、m、n イコール58からなる。彼らは、オーバーフローを起こさせないための、 より大きい数やより小さい数の表現や、無限大などの例外的な値を含めた、算術、IEEE、e、標準のやマイナス例の扱いに、似ているが、より拡張されているも提案しているが、ここでは割愛する。浜田穂積が提案した方式で、ユニバーサルリプレゼンテーションオブリアルナンバーズのイデアー、と名付けられている。例の区間を、次のように分割しながら、 日地法による表現に対応づけるというのが基本的な考え方で符号と絶対値形ではなく不動小数点の表現としては比較的珍しい2の歩数の形をしているここでプラスマイナス1の前後は区間の両端の比が2なので指数部の表現は終わったとみなすことができ残りの桁は仮数部のように扱うプラスマイナス1の前後は以後は1、2で 操作分割する。次のように分割を続ける。以降は0から0.25と4の区間に絞って説明する。ここで4イコール2、16イコール2である。このように0やを含む区間は二重指数分割する。このように区間の両端の比がにより大きい場合は頭皮分割する。以上のような操作の結果として、 表現が自然に自分の長さを含むような指数部と、残りの仮数部からなると見ることができるような表現が得られる。利点として、単精度と倍精度、さらには4倍精度との相互変換が、この方式では単に右にビットを伸ばしたり切り落としたり、するだけでよい、という点が挙げられる。また、1の近くでは、桁数のほとんどが仮数部となるので精度が高い。欠点としては、 制度が変化するため従来の制度一定を前提としたノウハウに修正が必要かもしれない、お除くワードのあらゆるビット表現に不動小数点数としての意味が与えられるため、例外的な値を表現する方法を別に考えなければいけない、などといった点がある。浜田は線を符号なしの遮影モード用。符号なしの例と対応するとし、 表現可能な最大と最小の絶対値を持つ値を、具体的にその値を表すのではなくと、プラスマイナス例を表現するものとする、例は、通常の例を、符号なしの例とし、符号付きのプラス例やマイナス例は、無限大で割った結果など、例外的な値としてのみ現れる、という方法を提案している。この表現法の初出は1八十一年だが、百八十三年に、 改良版が提案されているのでそちらを、まずは参照すべきである。いくつかの実装の報告や改良の提案などがある。32ビットフロートの場合には 156dB、64ビットフロートの場合には 331dB もの広いダイナミックレンジを確保できる。この広いダイナミックレンジで計算を行うことで、整数型のデータに変換して、信号を出力する際に、 内部計算において累積した誤差を切り捨てることにより、出力データの精度の範囲内においては、内部計算の誤差が現れないように処理を行うことが可能となる。製品に収録する音声信号フォーマットに直す直前まで波形がクリップせず音声加工処理を行えるメリットがあるため、2000年代以降は DTM や d o においては、すべての処理工程で不動小数点数を用いている。 従来より DSP や音楽用ワークステーション等では精度と計算コストの兼ね合いから32ビットフロートが内部計算において標準的に用いられてきたが2010年代以降はコンピュータの高性能化と低価化を受けてより高精度な64ビットフロートで内部計算を行う場合が増えてきている不動小数点数を表現するための仮数部の 桁数の関係で32ビットインティジャーよりも32ビットフロートの方が量子化ノイズが大きい。従って最終的に32ビットインティジャーのデータを作成する場合には内部計算においては64ビットフロート以上の精度を持つ不動小数点数を用いるべきである。5. おさむき